森の静けさは、アントニンド・ドボルザークが作曲した詩でのための、ピアノ曲集、ボヘミアの森から、ゼス・スマビー作品68の第5曲。現代はチェコ語で、シジマと言い,い、英訳では、静かな森となる。作曲者自身によって編曲され、チェロとピアノのための番と、チェロと還元楽のための番の2つが作成された。原曲のピアノ曲集は、1八8三年に、 フリッツ・ジム・ロック社の要請により作曲された。19世紀後半においては、名曲を他の楽器のために編曲することが人気があったので、ドボールザークは1891年12月28日に作品68の第5曲をまず二重奏用に編曲した。この版は、1892年1月にドボールザークの渡米に向けた国別演奏会において、 フェルディナント・ラハナーとチェリストのハヌ・シュビハーンによって演奏された。この編曲の人気に気を良くしたドボルザークは1893年10月28日にチェロと還元楽のための編曲版を作成した。この編曲は1894年の秋にフリッツ・ジム・ロック社によって出版され、その際ドボルザーク自身によってドイツ語で森の静けさと題された。 ボヘミアの森から作品68の他の作品と、同じく、森の静けさも音による、序情画として作曲された性格的商品であり、夢見るような変に蝶々の主要主題には、レント・エモルト・カンタービレとの速度記号が、軽やかなエーハ短調の感想には、ウンポケティのピューモッソーの発想記号が付されている。管弦楽伴奏版の楽器編成は、以下の通り、独奏チェロ、フルート、 クラリネットに、ファゴットに、ホルン、言語部。ありがとうございます。